今日の日付は、ょっと分かんなくなっちゃった。始まってんですかね、これね。今日、まあいいや。今日の日付は7月3日2020年です。ライトボディアクティベーションシーズン4の7月3日のライブ録、なんか入りましたね。はい、7月3日のライブ録音です。ですね、回線非常に悪いんで、切れる、何度も何度も切れるようになったら帰ってきません、多分。頑張ってやれてるとこまでやってみますということで。まあ、ちょっとごめんなさい。びっくりしちゃいました。なかなか、オンラインできなかったんで。まあいいや。いつものように可能な限り、ゆっくりと長く深く深呼吸は続けて、もうちょっとハートの背面がちょっと苦しい方は、背骨は伸ばして、脱力して、で、背骨のハートの裏側の違和感をさーっとモニターして、で、どんどんまっすぐになりなさいと。ファンデーション作り直してきれいに、流し始めるなり、溶かし始めるなり、細かくし始めるなりとか、もうとにかくリファンデーションして作り直し続けなさいと。ハートのセンター部分がなんとなく苦しい感じの方は、同じようにハートのセンター前後ろにさーっと意識を通して、今の状態を、把握してモニターして、で、全て緩めて落として、背骨はまっすぐに、ハートがちょっと開く気味で、そのままエネルギー、肌を波動に、もうハートのところ苦しいところに行ってどんどん調整しなさいと。いらないものは取り外し、流せるものはどんどん流し、リサイクルし、ハートの状態、この状態を作り直しなさいと。背骨の、やっぱハートの裏側の右側の違和感も感じて、人によっては横隔膜のところもちょっと違和感ある方いるかもしれないですね。とにかく、横隔膜のところを意識を当ててモニターして、ガーッと流して、横隔膜の周辺、右、左、中央、ストレスをどん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 もうゼロに戻し続けなさい。肝臓ですね、横隔膜が右側の、ちょっと、脇側って、脇が外側っていうんですか、右の外側の肝臓のところがちょっと、な方は、肝臓の周辺もどんどんクリーンにしなさいと。で、横隔膜の周辺、横隔膜の下の右から肝臓、胆の、脾臓、膵臓、横隔膜下状態の臓器のところ、どん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 掃除しなさいと。幸せな状態に戻し続けなさいと。第七チャクラの、お額の中と頭頂よりちょっと前のところでリアクション、反応始まるかもしれません。人にこのくらいだったとかなんでしょう。なんとなくそこがわさわさする感じ、白くなる感じっていうんですか。第7チャクラ、自動調整で、センタリング、グランディングを始めなさいと。頭の頂点周辺、頭全部、もしくは頭の上半分をモニターして、眺めて。
もう自動調整で縦軸に合わせて、アライメントし直しなさいと、調整し続けなさいと。で、この下じゃないよ、頭の上の感覚の移り変わりを眺めて、第7チャクラもいろんな、開くときにもいろんな感覚が出てくるんで、ここは、わかりやすいっちゃわかりやすい。まあ、その他のところはそんなにバリエーションないですけど、第7、第1も結構バリエーションか。はい、第7のバリエーションで、はい、中心部、芯の部分と、中輪部、内輪のところと、はい、外輪部、外側のところと、はい、自動調整で、ゆっくりゆっくり揃え続けなさい。肝臓のところでなんか行動が抜けてる痛さ的な時は出てるけど、もうその、まずこう、ほどいて、あ、もういらないものどんどん出てきなさいと。はい、中に入ってピューと接続されちゃってるもの。はい、奥から奥から押し出して、はい、さようなら、押し続けなさいと。はい。第3の目でちょっと反応強く出てくるかもしれませんが、なんか見ようと努力しない方がいいですね。もうそのままぼーっとして目をつぶって、額の裏、裏にまぶたに映るものを眺める。だから見ようと努力すると余計に見えないんで、とにかく眺めますと。で、自分で作らない。ただもうそこのまぶたの裏、頭の中に現れるものを淡々と眺め続ける。何の努力をする努力をしたら余計にみなみなになっちゃいました。はい、呼吸を続けて、はい、第3の目のところも、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり自動調整しなさいと。顎はやや上向きに。はい、第3の目、額の中心と、ちょっと下との内側と、ちょっと上側と、額の周辺を多角的にモニターして、で、今反応が強く起きているところに波動をどんどん行って自動的にもう事をなしなさいと。サラサラスルスルと流れるように、そこに抵抗がなくなるように軽くし続けなさいと、滞りを薄くし続けなさいと。はい、第7チャクラと第5チャクラ、第6チャクラを自動調整で、はい、シンクロさせ続けて、はい、調整し続けなさいと。はい、第6、所定の位置に戻り続けなさいと。頭のど真ん中、上丹田のところに戻り続けなさいと、中心の中心の中心の、もう、頭の王座のところに戻りなさいと、それ以上も出ていかずにも戻ってきなさい。額の下の眉毛のちょっと上の内側のところの、はい、そこなんかこうぐーっと強く感じる方は、はい、そこどん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 細かくしなさいと、サラサラにしなさいと、サラサラスルスルで綺麗に流れるように変え続けなさいと。横隔膜のところでちょっとホットフラッシュ的な方は、もうそのまま放っといて、はい、ガンガンエネルギー作り続けなさいと。で、肝臓、胆の胃、
臓、膵臓の周辺もどんどんこう掃除続けなさないと。ちょっと頭痛くなるから言うかもしれないですね。はい、そのまま頭の中のプレッシャー、気圧が変わる感じするかもしれませんが、もう可能な限り気にせずに、そのままスルーさせなさいと。はい、全体的に力を脱力して、すべて伸ばして、伸びなさいと、脱力しなさいと、手放しなさいと。はい、ボディの緊張をどんどん手放しの、軽くなりの、伸びの、を続けなさいと。後頭部でゆっくりゆっくり反応始まるかもしれませんが、はい、後頭部に意識を当てて、はい、後頭部が言ってることを聞きましょう。なんとなく後頭部が後ろに下がりたい感的なものは自分でコントロールせずに、はい、もうボディの言うこと通りにもう自動的にやりなさいと。はい、後頭部、後ろでこうの状態もうガン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 お掃除し続けなさいと。明るくしなさい、軽くしなさい、鮮やかにしなさい。はい、後頭部、小脳ですね、の周辺、どん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 自動調整でことを進めなさい。頭の中でひし形ダイヤモンドの図形、ダイヤモンドをもうちょっと縦長にした感じ、1.5倍ぐらい、ちょっとキュッと縦長っぽいダイヤモンドシェイプっていうか。で、はい、そのダイヤモンドの縦長ダイ、ちょっと長めの高めのダイヤモンドのフレームが光りますと。はい、その中のダイヤモンドのウィンドウもガーッと光で、まあ、純白プラスちょっとシルバープラチナっぽく光りますと。はい、そのひし形ダイヤモンドのちょっと縦長バージョンが頭の上に1つずつ出てきますと。大きさは縦の長さが顔、頭と同じぐらいか、ちょっと長いぐらい。はい、で、もう自分分からなかったわ。自動的に、はい、頭の上に行って、もう自動調整でぴったりした大きさになりなさいと。ちょっと頭のてっぺんからちょっと気持ち浮いてる感じ。はい。縦長ダイヤモンド自動調整で頭の上にピーッと移動しなさいと。で、はい、頭の上で自動的にことをなし続けなさいと。人によっては回転するように見えるかもしれないし、人によっては立体的になんとなくなっていくかもしれないし、自分で作らずに、はい、頭の上、ひし形ダイヤモンドが変わっていく様をゆっくりゆっくり眺め続けてください。自分で何も作らない。人によってはダイヤモンド型からもっと別の形になるかもしれませんが、気にしない。はい、変わる様を単純に眺め続けて、まあ、自動でことをなしなさいと。はい、第3のところですね、太陽神経叢。あばらの周辺が暖かくなってきている方は、そのまま頑張りなさいと。
もうそうそう、ダンバンバンザイ。はい、第3のところと、ゴールドチャクラのところ、ガンガンエネルギー作って、エネルギーを作り始めなさいと。あ、胃のところがちょっとストレスな方は、はい、第3のところと胃のところ、はい、はい、ほどきなさいと、緩みなさいと。はい、ストレスをどん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 もう引っ張り出しなさいと、ストレスゼロに戻し続けなさい。人によっては頭の上ダイヤモンドが消えちゃってるかもしれませんが気にしない。もしくはなんかちょっと細い線のようになっちゃった。でも気にしない。ただ単純に、はい、それをな、ちょっと頭の上のダイヤモンド、まあ形が残ってるなり消えるなり、線になるなり、まあどうなんですか。あ、気にせずに、はい、そのまま自動でことをしなさい。横隔膜のところから3、4、5のちょっと手前ぐらい、もう前側がだーっと安定して暖かくなって、ちょっとこう膨張した感じ、膨れた感じになってる方は、はい、そのまま頑張って調整してエネルギーをまとめ続けなさいと。で、背中側でもちょっとなんとなくこう、あ、膨らみ感、もしくは高い感、もしくは膨張感という、あ、分厚くなった感じが出てくる方は、はい、前側と後ろ側同じになるようにゆっくりゆっくり後ろ側も頑張んなさいと。ハートのところでなんか溶けて痛い感じの人は、まあ、あんまり痛いようだったらすみません、ボリューム落としてください。はい、ハートのところのサマスカラが溶けてジョロジョロとジュルジュルジュルって出てる方は、はい、そのまま綺麗にお処理し続けなさいと。時計の流れのクリーンアップされの透明になりの修理されの続けなさいと。はい、胴体側面でもホットフラッシュな感じが出てくるかもしれませんが気にしない。はい、出てきたらもうラッキーって言ってた。はい、縦のボディの縦のコアの縦軸から、はい、横の、ボディの全体ですね、横の方ですね。はい、じわ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 成長し続けなさいと。はい、ハートのところ、上半身に意識をざーっとモニターして、はい、上半身、4番、5番、4.5、4、3.5、3ぐらいまでざーっと全体的にスキャンして、はい、形を眺めて、形をどん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 消し続けなさい。抵抗を感じなくなるまでサラサラスルスルにどんどん薄く細かく戻し続けなさいと。おへその脇側っていうんで、外側っていうんですかね、前と後ろと。右左、左右の、はい、外側のところがちょっと冷たい、熱い、ホットフラッシュ的な感じになってきたからは、バンバンザイ。はい、胴体の左右前後、3番の周りの、丸太のところ、3番丸太のところをどんどん掃除しなさいと。3番、2.5、3.5ぐらい。丸太の部分もどんどんエナジャーイズして。
はい、整えて。はい、4番さマルタと3番マルタもどんどん調整して、シンクロして調整し続けなさいと。はい、2番マルタと1番マルタの外側とかで反応が出てきてる方は、はい、2番と1番のマルタの外側のところもガンガン頑張りなさいと、調整しなさいと。はい、冷たいところ、クールな感じのところはクリアリングが起きているので。はい、クリアリングのクール感が起きてるところに行って、どん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 掃除し続けなさいと。で、充電し続けなさいと。チャージし続けなさいと。頭の中心よりもちょっと下側の鼻の内側、口の上の内側っていうんですかね、をなんとなく、はい、そこに意識だーっと通して、鼻の周辺と鼻の内側、奥側をなんとなくさーっと意識を通して、はい、上体を眺めて、はい、なんとなくそこがまだこう軽くなってない方、透明になってない、透明に感じない方、クリーンに感じない方ね。はい、鼻の内側にエネルギーどんどんいって処理し続けなさいと。はい、細かくサラサラスルスルに形は感じられなくなるまで透明に戻し続けなさいと。顎はやや向けに、後頭部はちょっと下げたら顎が上に上がる。で、そのまま、はい、頭の中の老廃物、鼻の奥の流れを通ってどん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 動かしなさいと、落とし続けなさいと。はい、左耳と右耳の違和感で、左耳がぐーっと矯正される感じくるかもしれない。右耳と左耳も自動的にシンクロしてバランスの頂点に戻し続けなさいと。首の座りですね、頚椎と頭蓋の座りも自動的に戻し続けなさいと。頭が動きたい感じだったら、もう自動的に動かさせてあげて、自分で何もしない。動きたいなら動きなさいと。自発動で自動調整始めなさいと。はい、鼻筋上の内側とかでピキピキとかビキビキとかのきつなの、骨がきつむような感じがしても、おどおどかんだ。ガンガン起きて。はい、鼻筋上、内側もどんどん通りしなさいと、透明に戻し続けなさいと、はい、感覚がそこ透明、サラサラスルスル透明になるまで頑張り続けなさいと。あ、ちょっと頭の右側と左側のちょっと違和感出てくるかもしれません。その巻きにせずに。はい。
7、6、5のところを自動的に調整してシンクロして、はい、並べ直してアライメント、インテグレーション、統合し続けなさい。ちょっと頭の芯がグググッと、まあ、このくらいに痛さだと言うんですよ、はい、頭の中でぐーっと矯正される感じが来るかもしれませんが、気にせずに抵抗しない、手放しちゃう、はい、頭の軸は、まあ9、8、7、6、5、4、3、2、1まで、はい、軸を、はい、センタリング揃え続けなさいと、まっすぐに並べ続けなさいと、はい、軸がピューンとまっすぐに並んでます、横から見た時もまっすぐ、前から見るのもまっすぐ、この軸シルバーコードに全てをきれいに、はい、整理整頓して揃えて、はい、並べ続けなさいと、頭がキュッと、ね、傾いてる方はもう気にせずにそのままボディに、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり立ち直し続けなさいと、じわ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 ーと奥の、まあ、脳髄っていうんですか、延髄っていうんですか、延髄のところからゆっくりゆっくりゆっくりスライドさせて、はい、立ち上げ続けなさいと、はい、頭の中でなんか光がピカピカとか光ったり、なんか図形のようなものがフラッシュのように飛んでたりするかもしれない、気にしない、あんま考えなかったら、たまたま見たものをもそのまま受け取って、瞬間的にこう消えたり流れていっちゃったりする場合はもう考えない、もうそのまま眺め続けて、あーちょっと後頭部で変な頭痛が始まるかもしれませんが、気にせずに、はい、後頭部も掃除し続けなさいと、第6、上丹田の周り360度、頭の中心から外側までですね、どんどんお掃除続けなさいと、自動調節で軽くし続けなさいと、はい、頭蓋、頭皮、頭蓋、その中のストレス、どん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 調和し続けなさい、はい、頭全体のストレス、はい、頭のちょっと骨格的、もしくは筋肉的な歪み、神経的なストレス、もしくはダメージ、もしくはこう、ぎゅーっと塊感っていうんですかね、もしくは枯渇感っていうんですかね、はい、とにかく頭の全部エネルギーガンガン入れて、潤し続けなさいと、開き続けなさいと、伸ばし続けなさい。頭全体の微細な感覚をモニターして、はい、頭に、まあ、そのものに、はい、どん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 自動的にアライメント、センタリング続けなさいと、自動的に、あ、骨格矯正、筋肉矯正、筋矯正、はい、神経、もう中枢神経から脳神経、ストレス取り、はい、ゆっくりと潤しいの、輝きの、エネルギーがゆっくりゆっくり通りの、まとまりの、
はい、頭の中、頭全体、幸せ100%に向けて、はい、作り直し続けなさい。はい、第3の目のこの違和感ですね。これがある方は、はい、この違和感のところを、はい、どんどん軽くしなさいと。周辺を軽くして、はい、第3の目の額側の内側のところの重たいちょっと、どんどん軽くして、サラサラスルスルにして、はい、流れやすいように、動きやすいように、サラサラスルスル軽い状態に戻し続けなさいと。人によっては額の中心がちょっと気持ちよくなる感じの方は、はい、そのままどんどんことをしなさい。お掃除しながら、はい、クリアリングしながら、洗い流しの、まとめ続けの、お掃除し続けの、横島な理由で第三の目を使おうとすると重たくなりますよね。ちょっとのぞみちゃおうかな、できない。なんていうんですかね。悪用すると。ドロドロになっちゃうか。そういう方は、はい、どん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 お掃除しなさいと、軽くしなさいと。粘着系の状態からサラサラのちょっとメープルシロップのライトバージョンぐらいまで、どんどんどん調整しなさいと、軽くし続けなさいと。はい、額の中心から頭の中心に斜めにちょっと降りてくる階段的なところをもう掃除どんどんしなさいと。はい、消化体の双子の下垂体もどんどん掃除しなさいと、下垂体周辺の周りも明るくしんの、軽くしんの。下垂体も幸せに戻し続けなさいと、下垂体の神経、その神経の束のところも、この帯の開きの。人によってはちょっとぐるっとこうねじれがねじれてるところを戻る感じとか出てくるかもしれない、気にせずに。はい、下垂体のねじれのところも、はい、自動的にゆっくりゆっくりゆっくり調整しなさいと。はい、はつい、額のところから額の中、鼻孔チューブ、鼻孔のか、もっと下、口の上、あれでも軽くし続けなさいと、サラサラにし続けて流し続けなさいと。ハートのところがちょっと熱い、冷たい、まあ、ハートの裏側も結構感覚が出てきてる方は、もうそのまま背面も前側と同じようにどんどん開発しなさいと。バルーンが風船が360度膨れるように、前だけではなく、背面もパワーアップで、背面もチャージし続けなさいと。背面のサラスカラ、サマスカラ処理もガンガン進めなさいと。はい、4番、はい、上半身が丸太、全体的に丸太になるぐらいガンガンエネルギー作って、はい、チャージし続けなさいと、分厚い状態に戻し続けなさい。額の中心から頭の縦の前側ですね。額のてっぺんから額の縦を通って鼻筋から口の縦中央から顎のところまで
縦軸のラインがキューッとこうなったとこ出てきてる方は、はい、この縦軸ライン、これは経絡ですよね。全部見てください。はい、これ縦中央のラインをボンボン掃除して、自動的に調整しなさいと。顔縦中央のライン、線のところを、はい、お掃除して、はい、活性化シーンの調整室系の成長させの縦真ん中、縦軸に揃え続けの、そのまま首の縦中央からハートから下腹のところまでだーっと感じられる方は、感じなくても気にしない、そのうち感じられるようになるわぐらいで、とりあえず頭の縦軸をこうぎゅーっと入っていって、頭の縦軸、額の上のところから鼻筋、口の縦中央、顎の縦中央のちょっと、まあ、顎の縦ぐらいかな、そこら辺まで頑張って形に続けなさいと、整え続けなさいと、まとめ続けなさいと。はい、後頭部ですね、小脳の右側と、小脳右側、小脳左側の間に、まあ、溝がありますが、はい、大脳右側、大脳左側の間に溝がありますが、はい、この溝のところもどんどん掃除しなさいと。はい、溝の中、奥まで明るくし続けなさい、軽くし続けなさいと。はい、右側鎖骨のところで何か反応が出てる方は気にせない、はい、反応でけたところに行ってどんどん掃除しなさいと、揃え続けなさいと。はい、ちょっと右こめかみ、左こめかみで、ちょっとぐーっと圧力っていうか、気圧の差が始まるかもしれませんか、気にせない。はい、右左を調整して、同じ状態にシンクロして戻し続けなさいと。はい、顔の縦、頭の縦軸に沿って、頭の縦軸を意識して、あ、でも軸をどんどん明確にし続けなさいと。その軸に沿って全てを揃え続けなさいと。第一チャクラ、尾骨のところは冷たいで低温やけどになるかもしれませんが、気にせずに。はい、第一チャクラもクリアリング、オルガンドを進めなさいと。はい、頭のてっぺんから縦軸に、体の縦軸の、頭のてっぺんから顔の縦中央、鼻筋、はい、口の縦中央、顎の中央から、喉の縦中央からずっと体の縦真ん中を下に降りていって、おへそのちょっと下のところまでずっと流れる。はい、縦流れ、下り流ライン、ゴンゴンガンガンも活性化しなさいと。
はい、縦軸の流れを整えの、まとめ続けの、調整し続けて、はい、ゆっくりゆっくりまとめて、育て、ゆっくり育てなさいと。あとのところでちょっとやけど的に痛い方は、これもするしかないんで、はい、痛い方、痛い、ちょっとな、方は、ちょっとボリューム落としてくださいと。で、きれいに、時間をかけて丁寧にやってくださいと。はい、首筋上部、耳の下、耳の後ろ側とか、うなじの上の方ですね。意識を当てて、うなじの上、頸椎と頭蓋の接続部分を自動的に、ぐるっと自動調整しなさいと。頭がぐーっと立ち上がる感じがするのをしたら、そのまま抵抗しない、ボディに任せて、はい、立ち上げ続けなさいと。はい、首、あ、だから6、あ、5、5.5、6、6.5、7、8、9の縦のところ、はい、調整し続けなさいと。まとめ続けなさいと。インテグレーション続けなさいと。一本化、直線化を続けなさい。で、鼻の奥がゆっくりゆっくり降りてくるように、顎は下げない、顎を上げて、こう後ろでこうちょっと下げて、はい、縦軸、頭の縦軸、縦ラインを意識して、はい、100円のところから縦軸ラインが縦の流れに沿っておへその下の下のところまでゆっくりゆっくり降りていきます。顎を下げずに、顎をぐーっと上に、後ろでこう下げて、その時に、顎を上げます、後ろ顎を下げますと、その時に頭の中心部のところがどのように感覚が変わるかを、ゆっくりゆっくりゆっくり動かして変えてみて、頭の重心とか頭の中心がどのように変わるかを眺めて、もうちょっとですね。はい、あ、また、はい、顎を上げて、後ろでこう下げて、はい、額の内側のところで突っかかってるもののところ、はい、鼻筋上のところのところをサラサラ、スルスルにして、はい、軽く、あとゆっくりゆっくり溶かし続けなさいと、サラサラして落とし続けなさいと。お掃除続けなさいと。下にどんどん落とし続けなさいと。鼻の中から鼻の奥の海綿体のところも掃除つけてサラサラスルスル軽くし続けなさいと。鼻とどうも頭の中心の間のところも軽くしなさいと。明るくしなさいと。
顎を上げたままで頭の中心の具合を眺めて、ちょっとゆっくりゆっくり頭を上げて、その頭の中心がどのようにちょっと動くのか、感覚が変わるのか、ぐーっと上げていったら、なんとなくここかなってピュッとこう頭の中心のところがぐーっとこう、なんていうの、入る感覚のところがあるんです。そこを探すので、ゆっくりゆっくりゆっくり上げて、頭の中心がゆっくりと楽になるところを探します。はい、第一周辺、尾骨とか恥骨のところとかで気持ちいい感じが出てくるか、歌はバンバンだ。そのまま、第一、第七、直線化して、一と七、して両方とも、そう、まあ、一と六と七、六七つなげて、一と六と七、直線化して、合体バージョンと位置もシンクロさせてお掃除しなさい。鼻の内側の鼻の声も何個したっけ、どんどん軽くしなさいと、お掃除続けなさい、鼻筋通し続けなさいと、ここまでできればバンバンででしょう。ということで、それではまた来週。